皆さん、こんにちは。朝の時間帯にドリンクを注文すると、無料でトースト、ゆで卵、サラダなどがつくモーニングサービスがあります。朝だけじゃなくて一日中、無料でモーニングサービスを提供しているお店もあります。一部追加料金が必要なお店もありますが、私はドリンク代のみで、無料で提供されるモーニングにこだわって YouTube に投稿しています。今日は、岐阜県大垣市幸福寺町の喫茶シルバーにお邪魔します。モーニングは午前6時45分から営業しています。モーニングサービスは愛知県一宮市が発祥の地と言われています。モーニングの起源は昭和30年代前半、朝のサービスとしてコーヒーにゆで卵とピーナッツをつけたのが始まりです。ゆで卵とピーナッツから始まったモーニングが、今はモーニング文化が根付き、トースト、茶碗蒸し、ゆで卵、サラダなどが提供されるようになりました。これからお邪魔するお店、どんなモーニングに会えるかな？目的地は右側にある。これからお邪魔する喫茶シルバーは矢印の先です。お店の前に駐車場はありますが、平日なのに駐車場はいっぱいです。営業時間は午前6時45分から午後6時までです。入り口の左手に来ましたが、右手にも客席があり、すごく広い感じのお店です。モーニングは午前6時45分から午前11時までです。コーヒー、紅茶、ジュース、いろんなエードもあります。ランチは午前11時から午後2時までです。画面の右手のランチですが、ライス大盛り自由と書いてあります。そのライスと赤だしがついて、白身フライと串カツが630円、焼肉と A ランチが780円はお値打ちですよね。お値打ちといえば、お値打ち和風朝食が午前6時45分から午前11時まであるみたいです。その和風朝食の内容ですが、焼き魚、生卵、赤だし、海苔、ライスがついて680円です。コーヒーがつくと830円です。画面の右下に書いてありますが、定休日は水曜日です。モーニングは A から D までの4種類のモーニングセットがあります。A のモーニングセットは通常モーニングです。370円のドリンクを注文するとついてくるモーニングセットです。いつも注文してるコーヒーと紅茶が370円なので、 A の通常モーニングセットがついてきます。 A の通常モーニングセットを見るとトーストとゆで卵の2品だけです。あまりにも貧弱なモーニングセットですよね。プラス30円追加するだけで B と C のモーニングセットになります。 D のモーニングセットはプラス100円です。プラス100円も出さなくてもプラス30円で私は十分だと思います。プラス100円出してモーニングを食べる意味合いがありませんので、今回はプラス30円のモーニングに決めます。ロコモコ丼のロコモコって以前どこかで聞いたことがありますよね。あ、思い出しました。ロコモコはハワイのローカルフードでしたね。ロコモコのルーツは諸説あると言われており、はっきりとはしていませんが、ロコモコは1940年代にハワイ島ヒロの町で誕生したと言われています。生みの親は日系人の人みたいです。スパゲッティの話ですが、冒険家マルコポーロが中国から麺を持ち帰ったのがスパゲッティの始まり。いやいや、イタリアにはそれ以前からマカロニがあったとかという話もありますよね。いろんなカレーもあるみたいです。モーニングセットは B と C をお願いしました。ドリンクはホットコーヒーとホットミルクティーをお願いしました。ホットコーヒー、ホットミルクティー、どちらも370円ですが、 B と C のモーニングセットをお願いしましたので、モーニングはドリンク代込みの400円です。
この2種類のモーニングはドリンク代込みの400円です。手前が B モーニング、向こうが C モーニングです。 B モーニングと C モーニングの違いはポテトサラダとシチューの違いだけです。これからどんなモーニングセットなのか皆さんと一緒に詳しく見ていきます。よろしくお願いします。まず最初にどんなモーニングセットなのかを全体から見てみます。左は C モーニングセットです。 C モーニングセットにはゆで卵、サラダ、シチュー、トーストの4品がついています。ドリンクはホットミルクティーです。右は B モーニングセットです。 B モーニングセットにはトースト、ポテトサラダ、サラダ、ホットコーヒーに隠れて見えづらいですがゆで卵の4品がついています。ドリンクはホットコーヒーです。よろしくお願いします。この2種類のモーニングセットはポテトサラダとシチューが違うだけであとは同じですので、右のモーニングセットで詳しく説明していきますが、右のモーニングセットを見る前に先に左のシチューを見ていきます。シチューにはブロッコリー、人参、玉ねぎが入っています。たくさんの材料を一つの鍋に入れて煮込む料理は世界中で見られる調理法の一つです。紀元前500年頃の西洋地域においてさまざまな食材を木から吊りした金属製の大きな鍋に入れ長時間火にかけてから食べる料理があったとの記録が残っており、これがシチューの始まりだと伝えられています。シチューは16世紀後半から17世紀前半のフランスが発祥の地とされています。シチューとスープの区別は曖昧で素材が大きめにカットされメインディッシュになるものがシチューで前菜になるものがスープであるとか、シチューの方が長時間弱火で煮込まれ汁がより濃厚だとか、これといった定義がありません。ではこれから右側のモーニングセットのトーストから見ていきます。このトーストはうっすらときつね色に焼かれたバタートーストです。またふわふわの柔らかい口当たりとほんのり優しいバターの甘さが口に広がって美味しいバタートーストです。パンのルーツですが、今から8000年から6000年ほど前、古代メソポタミアでは小麦粉を水でこねて焼いただけのものを食べていました。これがパンの原型とされています。その後小麦栽培とパン作りは古代エジプトへ伝わり、偶然によって発酵パンが誕生しました。古代エジプトから古代ギリシャへパン作りが伝えられると、製パン技術を身につけた専門のパン職人が登場して、ブドウ液から作られたパン種も使われるようになり、パンは量産されるようになったのです。日本へ本格的な西洋風のパンが伝来したのは1543年、種子島に漂着したポルトガル人によって鉄砲とともにもたらされました。その6年後、フランシスコ・ザビエルらキリスト教宣教師が日本へやってきて布教活動を始めると、キリストの肉とされるパンも全国へ広まっていきました。中でも南蛮貿易で栄えた肥前の平戸や長崎ではパン作りが盛んに行われるようになりました。米を主食とする日本ではパンはあくまでも来日する外国人のためのものであり、日本人の間にはパン食はなかなか根付きませんでした。その後江戸時代に幕府は鎖国政策を打ち出し、キリスト教や外国との交易は禁止されてしまいました。それからというもの、江戸時代が終わるまでパン作りは唯一海外へ開かれていた長崎の出島のみでした。鉄砲とパンをもたらした種子島に漂着したポルトガル人が日本の柿の美味しさに衝撃を受けて柿の苗と種を母国に持ち帰ったという説があります。その後柿はヨーロッパ各地に伝わり、ポルトガル領だったブラジルでも柿は広まりました。そして現在柿はスペイン、イタリア、イスラエル、そしてブラジルなど世界各国で生産されています。柿は英語でパーシモンと表記されますが、世界各国で柿という呼び方で通じます。画面を少し拡大します。次はポテトサラダです。このポテトサラダには人参、きゅうり、玉ねぎなどが入っていて美味しいポテトサラダです。じゃがいも料理の王道のポテトサラダです。
見た目も食感も楽しいゴロゴロポテトサラダは美味しいです。ポテトサラダには腸内環境を整える食物繊維や肥満の予防や解消効果のあるリン脂質など、私たちの体に有益な栄養素も含まれてるみたいです。ポテトサラダの起源には諸説ありますが、ロシアのオリビエサラダがポテトサラダの起源であるということが有力な説とされています。モスクワのレストランシェフであったオリビエというフランス人が考案したことからこの名前が付けられました。ロシア発祥のポテトサラダは世界各国に広がり、日本では大正時代に帝国ホテルで考案され発展していったと言われています。今では家庭でも出される庶民的なメニューですが、当時はホテルのレストランなどで高級料理として提供されていた料理でした。私は知りませんでしたが、日本中の脚光を浴びたポテトサラダ論争があったみたいですね。その内容は、惣菜コーナーでポテトサラダを買おうとした子供連れの女性に対し、見知らぬ高齢の男性が、母親ならポテトサラダぐらい作ったらどうだと言い放ったという事件です。多くのメディアでも取り上げられて全国に反響を呼んだみたいです。ポテトサラダは一見簡単なようで意外に作るのが難しく、手間がかかることを分かっていない、料理及び家事の大変さに対する理解のなさ、また手作りこそ愛情、買った惣菜は手抜きなどの論争が起こったみたいです。そしてさらにその1ヶ月後には、冷凍餃子を手抜きと呼ぶ夫に対する妻の投稿でも同じような論争が起こりました。画面を少し動かします。次はホットコーヒーです。コーヒーの表記ですが、英語の音社と考えられますが、江戸期にはオランダより伝えられており、当時はオランダ語のコッヒー、カヒーなどと記されていました。コーヒーと漢字表記することを考案したのは、幕末に活躍した蘭学者の宇田川陽庵でした。宇田川陽庵は造語の天才でもありました。海外から伝わってきた科学や植物学の書物を翻訳する過程において、現在でも使われている様々な学術用語を作り出します。いくつかをご紹介します。酸素、水素、窒素、炭素、元素、金属、還元、溶解、試薬、酸化、温度、沸騰、蒸気、分析、物質、法則、圧力、結晶、成分などの造語を作り、造語の天才だった蘭学者の宇田川陽庵です。余談ですが、蘭学者宇田川陽庵は大垣藩、現在の岐阜県大垣市の江戸詰めいの長男として生まれました。14歳の時に宇田川家の養子となり、またドイツ医師のシーボルトとも親交があったことでも知られています。コーヒーの発見には2つの大きな伝説があります。1つは6世紀のエチオピア起源説、もう1つは13世紀のアラビア起源説です。年代的には差はあるものの、どちらもオラの国が最初だと言わんばかりです。その1つ、エチオピア起源説によると、エチオピアのアビシニア高原で発見され、その後アラビア半島に運ばれました。そこで栽培されたコーヒーのことをアラビアから取ってアラビカ種と呼ばれ始めたと言われています。コーヒー豆の種類は主に2つあります。それはアラビカ種とロブスター種です。左がアラビカ種の豆、右がロブスター種の豆です。見た目の特徴として、アラビカ種は縦長で粒も大きくふっくらとしています。一方ロブスター種は小さくてコロンとした、全体的に丸っこい外観をしています。アラビカ種は酸味や香りに優れており、高品質なコーヒーとして人気があります。しかし栽培が難しく、病気や害虫に弱いという欠点もあります。ロブスター種は苦味やコクが強く、安価で大量生産されています。しかし品質や風味に劣るという評価もあります。一般的にはアラビカ種とロブスター種をブレンドしてバランスの良いコーヒーを作ることが多いみたいです。アラビカ種は世界で生産されるコーヒー豆の約 60%、 ロブスター種は世界で生産されるコーヒー豆の約 40% を占めています。
ロブスター酒はアラビカ酒に次ぐ生産量です。焙煎度合いによってもコーヒーの味は変わってきます。浅煎りは酸味が強く、甘みやフルーティーさが感じられます。中煎りは酸味と苦味のバランスが良く、コーヒー本来の風味が楽しめます。深煎りは苦味やコクが強く、香ばしさや焦げ目の風味があります。コーヒーには香りや味だけでなく、健康や美容にも良い効果があると言われています。次はゆで卵です。ゆで卵は完全栄養食品と呼ばれるほど栄養価が高く、特にタンパク質、脂質、ビタミン A、D、B 群を多く含みます。そしてゆで卵は低糖質、高タンパクな食品なので、ダイエット中や筋力アップを望む方におすすめみたいです。ゆで卵は女性に嬉しい効果がたくさんあるみたいです。アンチエイジングの効果、美髪・美白効果、ダイエットのサポート効果、免疫力向上など、完全栄養食である卵は、ダイエット目的なら固ゆで卵、栄養価目的なら半熟卵がいいみたいです。ゆで卵を食べる時間は朝食と昼食にゆで卵を食べるのがおすすめです。朝食にゆで卵を食べると眠っていた体にしっかりと栄養素を取り込むことができます。逆に夕食後はエネルギー消費量が少なく、脂肪に変わりやすくなるため控えた方がいいみたいです。卵を食べたいけどコレステロールが心配、コレステロールが心配だから卵は1日1個しか食べられないという話をよく聞きます。しかし卵を食べるとコレステロール値が上昇するという説は、1900年代初頭にロシアで行われた実験から生まれた誤解みたいです。最近の実験でも、普段の食事以外に1日に卵を3個ずつ、しかも2週間食べ続けてもらった結果、コレステロール値を測ってみるとほとんど変化はありませんでした。また卵にはコレステロールの上昇を抑えるシスチンやレシチンも含まれています。コレステロールそのものは人間の体になくてはならないもの。健康な人なら卵を1日1個以上食べてもコレステロールをあまり気にする必要はありません。厚生労働省が制定している日本人の食事摂取基準2015年版では、コレステロールの摂取量が直接血中コレステロール値に反映されるわけではないという判断から基準値が撤廃されました。画面を少し動かします。次はサラダです。大きな器に入ってるこのサラダにはレタス、人参、きゅうりなどの野菜が入っています。またサラダに人参が入っていますので、人参の色で彩りが華やかなサラダです。ドレッシングはオレンジ色で酸味があります。またさっぱりとした美味しいフレンチドレッシングです。フレンチドレッシングはシンプルなドレッシングなので、いろいろなお野菜とも相性が良く、また酸味と甘みが合わさってデザート感覚でサラダが楽しめます。新鮮な野菜には体の調子を整えてくれたり、肌をきれいにしてくれるビタミンやミネラルが豊富に含まれています。食物酵素と呼ばれるものが生の野菜には多く含まれており、これを摂取することで消化酵素が増えて食物の消化や代謝を手助けすると言われています。野菜はビタミンやミネラル、食物繊維を多く含んでいます。多くの研究で野菜を多く食べる人は脳卒中や心臓病、ある種のがんにかかる確率が低いという結果が出ています。特に生活習慣病の予防改善を意識して、旬の新鮮な野菜をバランスよく摂ることが大切みたいです。ドリンク代込みの400円でバタートースト、ポテトサラダ、ゆで卵、大きな器に入ってる野菜サラダの4品がついています。私はコスパモーニングだと思います。大まかな説明でしたが、食べる時に詳しく説明していきたいと思いますので、よろしくお願いします。大きな器に入ってるこのシチューにはブロッコリー、人参、玉ねぎなどが入っています。私の方にはこのシチューがなくてポテトサラダです。こっちのシチューの方がいい感じですよね。大きな器に入ってるこのサラダにはレタス、人参、きゅうりなどの野菜が入っています。また
サラダに人参が入っていますので、人参の色で彩りが華やかなサラダです。ドレッシングはオレンジ色で酸味があります。またさっぱりとした美味しいフレンチドレッシングです。ドレッシングの語源は英語のドレスという言葉から来ています。洋服のドレスと同じです。ドレスや着物を着飾るという意味があります。すなわち野菜に衣装を着せて彩るのがドレッシングと呼ばれています。このポテトサラダには人参、きゅうり、玉ねぎなどが入っていて美味しいポテトサラダです。じゃがいも料理の王道のポテトサラダです。見た目も食感も楽しいゴロゴロポテトサラダは美味しいです。このトーストはうっすらと狐色に焼かれたバタートーストです。またふわふわの柔らかい口当たりとほんのり優しいバターの甘さが口に広がって美味しいバタートーストです。卵の値段はもう戻らないと専門家が言っています。例年にない高値が続く卵、いつかは下がると多くの消費者は願っていますが、そうならない事情があるみたいです。卵の価格の高騰は鳥インフルエンザの感染拡大による供給量の減少などの原因もありますが、一番の要因は鶏の餌代の高騰です。22年春にはトウモロコシの主要産地であるウクライナで戦争が始まり、トウモロコシの需給は世界的に逼迫し、ピークの価格は以前の2から3倍になりました。養鶏業者が卵を生産するコストの約6割は餌代であり、トウモロコシは餌代の5から6割を占めます。鶏の飼育波数を減らしたり廃業したりする業者も出てるみたいです。皆さん、今回のモーニングはどうでしたか？ドリンク代込みの400円でバタートースト、ポテトサラダ、ゆで卵、大きな器に入ってる野菜サラダの4品がついています。私はコスパモーニングだと思います。皆さん、最後まで見ていただいてありがとうございます。次回はどんなモーニングに会えるかな、楽しみですね。これからもドリンク代のみのモーニングにこだわって YouTube に投稿していきたいと思っています。チャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。お疲れ様でした。